画面上的红色圈圈就是上周四消失在雷达上的日本陆上自卫队黑鹰直升机。这是一名目击者在失事前四分钟所拍到的画面。他说，直升机飞得异常的低。今月6日に宮古島周辺で陸上自衛隊のヘリコプターが消息を絶ち、24時間体制で捜索が続けられていますが、10人の安否は依然として不明のままです。尽管宫古岛沿岸一度传出有疑似人体漂浮在海面上，不过自卫队和当地消防连夜搜索，至今机上十人连同直升机本体在内依旧一无所获。海上保安厅认为部分机体可能已经沉入海底，派出潜水舰、救难舰来到池间岛和伊良部岛之间的海域，潜入海中搜寻任何可能的线索。中国の軍艦が直前にですね、沖宮間を通過しているということとの関連性というのは絶対にないということでよろしいですか。由日本国会议员质疑黑鹰直升机失去音讯是不是和解放军有关，因为解放军的山东号航空母舰过去几天一直在冲绳坡照尖岛以南出没，让人怀疑这一切是不是解放军动的手。沖縄防衛局によりますと、宮古島の南数十キロの地点で2機のうち1機にエンジントラブルが起きたとみられ、両機とともに下地島空港に緊急着陸しました。更诡异的是，美国两架 F-16 战机周六也在黑鹰失事附近的下地岛紧急迫降。这两起事故究竟有没有关联？一切还有待驻日美军的调查。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。